ここは動物王国、その国の外れにイーって顔をしているイー犬という名前の犬がいました。ある日、イー犬が昼寝していると突然謎の物体が現れて動物たちを次々と吸い込み、なんとパネルに変えてしまいました。助かったのは寝ぼけていたイー犬だけ。ここは動物王国、その国の外れにイーって顔をしているイー犬という名前の犬がいました。ある日、イー犬が昼寝していると突然謎の物体が現れて動物たちを次々と吸い込み、なんとパネルに変えてしまいました。助かったのは寝ぼけていたイー犬だけ。ここは動物王国、その国の外れにイーって顔をしているイー犬という名前の犬がいました。ある日、イー犬が昼寝していると突然謎の物体が現れて動物たちを次々と吸い込み、なんとパネルに変えてしまいました。助かったのは寝ぼけていたイー犬だけ。何
ニクルパネル。枠の外からパネルが飛んでくるよ。盤上の僕を動かしてボタンで足元にパネルを置きます。同じ色のパネルが線上にあれば挟んで色が変わって動物に戻るよ。パネルの上は通れないよ。だから閉じ込められないように、次々出てくるパネルを挟んで動物に戻そう。ここは動物王国、その国の外れにイーって顔をしているイー犬という名前の犬がいました。ある日、イー犬が昼寝していると突然謎の物体が現れて動物を次々と吸い込み、なんとパネルに変えてしまいました。助かったのは寝ぼけていたイー犬だけ。枠の外からパネルが飛んでくるよ。盤上の僕を動かしてボタンで足元にパネルを置きます。同じ色のパネルが線上にあれば挟んで色が変わって動物に戻るよ。パネルの上は通れないよ。だから閉じ込められないように、次々出てくるパネルを挟んで動物に戻そう。スタート。Yeah.